お、世界埋まってきたな。あ、そうなったとか。え？いや、まだです。じゃあまだです。あと二つ。じゃあやっぱ照らしてるやつさ、あんまり意味ないんじゃないかな。光消しに行こう。多分なくてもあいつじゃ創生してくれそうだよな。な、ミエル君。じゃあミエル君創生してくれねえかな。頼むわ。あれ？こいつミエル君じゃなくね？お前ミエル君じゃねえじゃねえか。いや、衣何使うんだ？あとで、なんか調べるか。あれ？あ、これとか使えない？使えないか。まあ、鍵は鍵として使えないか。ちょ、創生してくれ、もう一回。あ、やっぱ、電気消しても創生してくれんな。あ、でも、あんま変わんねえな。あ、創生しなかったら暗い。なんか変わるんじゃん、これ。石を渡せ。あ、あげるあげる。ほら。加工してくれるじゃん。ありがとう。ありがてえ。闇があれば光も存在する。なるほどね。あ、ここの点灯はそういう意味だったか。あ、じゃあ点灯そういう意味か。じゃあ、つけといた方がいいかな。ドゥルーエンド行きだよな、たまあれ。ドゥルーエンド行き片飯切符だな、じゃあ、そうなってくると。よし、やろう。黒い鍵だ。目覚めたな。え？これ大丈夫？夕方じゃん。ええ。バッドエンドじゃん。夢の中で夢を見てないか、これは。怖い怖い、曲が怖い。曲がめっちゃ怖いわ。ノーマルじゃねえんだよな。アイテムあと一個だな。わからんし、調べるか。もうわからんだよな。いや。わかるわ。わかるわかる。これでしょ？うん、これじゃん。まず使ってないのこれだけでしょ。あ、幽霊成仏させようぜ。祈って。だからどうやって使うのこれを考えて。来て話しかけんの？わからんわ。赤は？なんか変わる？あ、変わる！祈ってる！あった、終わったわ。成仏させたな、何かを。あれか、青い結晶から発生したエンディングだから青い鍵か。おお、朝じゃん。え、グラハム？あれ、他のエンディング、グラハム動いた？
動いてねえよ。なんか一番ノーマルエンドっぽいな。ノーマルだ。はい、というわけで、残りのエンディングのですね、クリア方法が分からず、ググりました。なんで、まあ、早速、やっていきましょうか。まず、一つ目は、ミエルくんにですね、あれ？ミエルくん？ミエルくんにリペアネジを渡すとかいう、エンディングらしいです。ミエル君バンドだね君ね。そっか、はい、ミエル君、はい、おお、誰、本当に誰、え、何してんのこいつ、何してんの、え、何してんのあいつ。ミエル君、あ、あの人何なの。はい、2回目ググりました。非常口が開くらしいっすね。これか、ここに入ると、おっと、ちょっとこれ見たことあるよ。ねえ、これ見たことある。ねえ。ちょ、やめよ、考え直そう。これ見たことあるよ、このエンディング。飛び降る気だろ、やめて。あ、違った。よかった。いや、この世界の夜怖すぎだろ。トラウマなるわ、こんなの。よかった。自殺されるかと思ったよ。で、次ですね。グランファム君もどきに、白熱電球を渡す依頼と、エンディングらしいです。グランファム君もどきとは一回もお話しないもんな。いや、でもわからんよ。あれ？どこだ？これか。すー。ええー！殺した！え？そう、グラハム君ってそうやってできてるの？もしかして。そう。
グラハムズソウル、最悪だよ。グラハムくん、メロンパンにできてる。サンキューフォープレイングじゃねえよ。はい。で、最後に11番目のエンディングですね。これは、制作者のツイッターの動画を見ると、まあ、わかる番号で、らしくて、まあ、実際動画見てきたんですけど、まあ、201553と入れることによって、エンディングに到達できますね。よし、行こう。電話だ。パストメモリーズ。パストってどういう意味なんだろう。何これ。めっちゃローカルなゲーム始まった。タッチオはマウスで操作かの？急にマウス操作要求される。何これ。あ、こうか。えい。え、これどっち調べるの？あ、これ、サーチだ。しまった。電話見よう。星が綺麗。え？え？しかもこのゲームクリックで操作できる。どういうこと？なんで死んだ今。何かのメモ。お、なるほど、使おう。どっちかのこれ。9273。画面が真っ暗。テレビリモコン。なるほど。アイテム。メモリーとかオプション使えないわけね。セットする。おい。あれ？おい。画面が乱れてる。あれ？もう一回使う？これ何？あ、メニュー画面になった。あれ？終わり？なんか変わる？もうあと電話するしかないよ。何もない。え、もう一回9273かける？ 9273。なんでてか電話したらアイテムが手に入るんだ。え？もうやることなくない？座れる？座れない。なんか画面が乱れている。俺もランタン持ってないでしょ。持ってる？実は。持ってないじゃん。え、でもそしたら電話間違えるしかないよ。ダメだ。あ、わかった。これあれかい。1324かな。1324だろ、これ。よしよし、わかったわかった。1324、3、あ、待って。1324、OK。1324、どうだ？不思議なメガネ。これで、
あれじゃない？テレビ見えるんじゃない？もやもやするし、メモ取っとくか。どう？お！怖い怖い、3258かな？これ何？ちょっと待って、待って、やばいやばい、なんかやばいあいつ、絶対やばい。喋るか。双眼鏡だ。じゃあ月が綺麗するか。あの前に1324ってあれも回収しとこう。双眼鏡で多分星を見るんでしょ。ほい。輝く星。何ですかねこれ。何これ？え？やだな。今思いついたけどやりたくないな。これ。これさ、書けるじゃん。あ、ちょっと待って、前にさ、いろいろ調べたいな。ちょっと待って。早く！魔法の版画。オッケーオッケー。帰ります。ありがとうございました。ふぅ、タイヤリー。あぶねえ。ハンガーかけるでしょ。はい。あ、なんか出たよ。なんか出たよ。魔法のドレスだって。かわいいね。これ何？おしっかりかけるか。キラーン。いや、やっぱこれあれでしょ？これであいつ倒せってことじゃないの？輝くもんな。あ、アイテム全部揃うとして絶対そうじゃん。絶対そうじゃん。もう一回やるか。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。アイテム。オッケー。光らせろ！違う！待って。じゃあ何？開かないよ。ね、待って。じゃあどうするの？ね、じゃあどうするの？ね、待って。は？嘘でしょ？やっぱ、距離かな？死ね！よし！やったぜ。探索しよう。これ何？雨が乱れてる。あ、開いてんじゃん。ドキドキしたな。さよならマウスくん。電磁テレフォンオリジン。おお、Thank you for playing。最後ドキドキしたな。おお、え？そうだよな、色付きになってる。書庫全部埋まった？待ってない。誰だこれ。待って、誰だこれ。あ、二人いる。ちょっと、え、
じゃあ、ミエル君の隣とさ、マジか。気になる、もやもやするわ。調べよう。RSYCHO。サイフォン。これ、こうじゃね？サイフォンじゃね？ PSI じゃない？これ、PSYCHO じゃない？サイコフォン。ちょっとね、あるし、言葉。サイコフォンだ。なるほど。これサイコフォンか。PSYCHO か。ああ、なるほどね。すっきりしたわ。書庫オブジェクト2個空いてるじゃないですか。これ、もう、ググったら出てきたんで、とりあえずもうググったやつでやっていこうと思います。880813に、テレビがあるらしいので、多分これかなと思います。嘘だった！ちょ、危な！あれ？間違った？間違った？あれ？ 880813 だよな。8808じゃねえ。で、電話番号ミスってる。危ねえ。危ねえ。テレビ見に行ったら死神にあの世見せられるとこだった。おう。俺だ。怖えよ。で、これチャンネル2に合わせて、多分これ入力端子2って意味ですよね。で、それに合わせて、このゲーム機を使うとゲームができるそうですよ。シュッ。宙に浮いてる。アンロックドドロップ。やべ、ゲーム性理解できてね。なんか、ナスみたいにゲーム始まった。なにこれ？あ！おいかわすな！ちょっと待て待て。お、これ難しくない？オッケー、めぐみの雨だぞ。なんでこいつこんな躊躇して出てくるんだ。あー、めぐみの雨がー無理だろこのゲーム。なあ、待ってくれ。ちょ、コート下げたりとかできないの君。なあ、目玉くん。なあ。な、よそのに買う目玉くん。ほら、次来い。おい、準備できてるって。涙溜めてっから。任せろ、任せろ。あ、次だな。お、次だな。これ次だよ。次なんですね。完璧ですね。ちょ、これ極めたぜ。もう短時間で。ここ。あぶねえ。今の疑惑な判定だったな。あ、やべ、あ、やべ、あーさよなら。いや、もういいよ。いや、これがテレビですね。で、もう一個が、85214。85#214か。に、あるらしいですよ。もうまたヒントなしなのかな？これどうやってみんな気づいたんだろうな。わーい。パラサイトシーズ。パラサイトシード。なんかね、元ネタがあるのかな？ピピッ。あ、パラス。I'm parasite. パラサイト。おー。君お名前なーに？君お名前なーに？こっちか。ヌルポが。ヌルポか？こいつヌルポかも、もしかして。ヌルポだ。赤いブラウン管テレビ。よし、オッケー。これでオブジェクトも全部終了と。月に飛んでったところでちょっとスキップしちゃったからな。渡そう。もう一回見よう。
ありがとう。うさぎ、ありがとう。そう、これこれ、なんか月に突っ込んでんだよな、やっぱり。消えていった。よかった、ちゃんと普通に帰れたんだな。